皆さん美味しいのお酒飲んでますか？飲み鉄ベステンです。今回は東北新幹線に乗って北を目指していきます。このハヤブサ号の特徴といえば日本最速320キロで運転していくところ。八戸駅に到着しました。今回なんで八戸駅に来たかっていうとですね、東北エモーションという観光列車がありまして、八戸線を走ります。さらに海岸沿いの綺麗な景色を見ながら美味しい食事が食べられるということで、これはぜひ乗ってみたいということで下の列車の方に乗っていこうと思いまして、今回はここ八戸で一泊する予定となっています。八戸駅構内に売店がありまして、お土産なんかが売ってます。その中でもね、日本酒の新スタンドがありました。1杯100円でのセルフサービスとなっております。飲んでいくのは桃川吟醸純米。ここいらの酒蔵さんで奥入瀬川の近くに酒造があるらしいです。美味しいですね。その後発色センターに行きました。八戸のね、台所というところで新鮮な海産物がたくさん売られているのが特徴的です。中には七輪村というものがありまして、買ったものをその場で焼くことができます。センター内撮影禁止とのことなので、ホームページとかご覧いただければと思います。八戸駅からバスが片道100円出てまして、10分少々で行くことができます。夜は宿がある本八戸の方に移動しまして、こういった横丁とかをね、散策した後、最終的には居酒屋さんでイカそうめんをいただきました。はい、というわけでね、八戸駅に乗ってきまして、これから東北エモーションの方に乗っていきたいと思います。三陸のね、海の景色を楽しみながら電車に乗っていきたいと思います。コンパートメント席というのがありまして、こちら3号車オープンの第2カーですね。こちらだと左右両方景色が楽しめる。この東北エモーションは緑の窓口とか駅ネットではなくて、旅行サイトから購入するという形になります。では早速車内の方入りまして、今回予約しましたのはコンパートメント個室。中間車両はキッチン専用の車両となっております。出発前のキッチンカーではね、続々と配膳の準備が行われてました。いやー美味しそうですね。周辺の地域の食材のマップなんかもありまして、これが非常に面白くてですね、このせんべいが入った八戸せんべい汁、前日に発色センターの方で食べましたが非常に美味でした。あとは山ぶどうが採れたりですとか、終点の久慈駅、かつてテレビドラマのあまちゃんなんかでも有名ですけど、あまさんが採るウニなんかが名産となっております。ダイニングはすでに予約時に満席でした。そのためね、コンパートメント席を抑えたという形になります。お値段はこちらの方が多少張りますが、プライベートの空間が約束されているのが嬉しいです。八戸駅を発車していきます。基本的に東北エモーションで提供されるのはフレンチですね。ちょっとね、おしゃれな形で食事を楽しむことができます。なんとお土産があるということで、これトートバッグが入っています。実はこんなサービスもあるんですね。列車は本八戸の方に入線していきます。本八戸はですね、どちらかというと八戸より中心街になってまして、お城がですねこの辺りにあったので、八戸線は八戸から九条を結ぶ路線です。こっ
から南区間は三陸鉄道となるわけですけど、この八戸から久慈の間は JR となっております。この八戸線沿線は東北三陸地方を代表するリアス式海岸の地形となっておりまして、景色が非常にいいですね。この線路沿いがね、トレッキングコースなんかになってたりして、結構自然の景観が綺麗な場所として有名ですね。このジオパークと待っている美しい景色を見ながら、美しいフレンチの料理を召し上がっていくっていうのが東北エモーションの趣旨となっております。まもなく鮫駅に到着するところなんですけど、こちら海猫の島ということで、今まさに海猫がたくさんやってきている時期ということで、お料理と前菜がまず来たんですけど、これを食べながらちょっと海猫を眺めていきたいと思います。サメ駅を発車するとしばらくして左手が海猫の見える島、カブ島ですね。すごいですね。もう植わってる花より海猫の数が多いんじゃないかっていうぐらい。東北エモーションだと通過になるので、前日でちょっと普通列車にねお邪魔していった様子をお届けしたいと思います。ちょうどこの時期は交尾産卵の時期ということで、卵を産んで見た子たちがここに集結をしているというところですね。しかし恐ろしいですね、この数。すごいですね。360度ならず、上を見ても海猫だらけですからね。桜が散りかけてますね。太平洋を広く望むことができます。観光列車でよくあるサービスなんですけど、良いロケーションで減速してくれたり、この東北エモーションの場合は停車をしてくれるみたいですね。列車に乗りながらね、海を見て黄昏ることができます。松並木の奥にね、白い砂の浜が見えまして、とても素晴らしい景観です。遊歩道もね、すぐそこに整備されています。この辺り、陸奥白浜の付近、海と共に生きるね、町の穏やかな雰囲気っていうのも感じ取ることができて、それもね、また素敵なポイントだったと思います。現在、種差海岸駅を通過中です。八戸から九時に向かう東北エモーションは全ての駅を通過します。仮にはこの種差海岸と鮫駅停車しまして、下車することができるそうです。沿線ではね、ところどころ地元の人たちがこちらに向けて手を振ったり旗を振ってくれたりしました。結構こういうのグッときますよ。さっきまでね、海のそばを走っていたはずなのに、いつの間にか山の中、川沿いの景色を走行しております。三陸海岸のね、起伏の激しさっていうのを物語っています。山の景色が見え始めると、最後にデザートが出てきました。日立の列車の中でね、海の景色も森の景色も楽しむことができる、そんな上質な時間を感じることができました。運転席は比較的スタンダードな2ハンドルのね、運転台となっておりまして、最後9時の方に向けてね、勾配を下っていきます。9時周辺の部屋が見えてくるとね、もういよいよあっという間のね、東北エモーション乗車体験終了という形になります。列車は久慈駅に到着。ここを境にね、JR と三陸鉄道がね、乗り換えという形になっていきます。はい、というわけでね、久慈駅に到着しました。これから三陸鉄道を、安線に乗って宮古方面ですね、目指していきたいと思います。三陸鉄道の列車に乗りながらね、こちら9時まで来た東北エモーションを見送っていきます。
本当はね、帰りデザートコースも取りたかったんですけどね、こちらの方はあいにくの満席となっておりました。東北エモーション出発直後、こちらも出発していきます。こちら三陸鉄道もね、引き続きリアス海岸沿いを走っていくんですけど、こちらも東北エモーションに負けず劣らずね、いい景色に沿って走っていく路線となっております。このね、山と山を縫うように抜けていくこの超高架線、めちゃめちゃね、この標高が高い部分を通っていく高架線、すごい眺望が美しいですね。こういうところでね、停車してくれたりもします。こう完全に森の中の風貌ですけど、白井海岸駅と名前がついております。こちらは久慈駅で予約して帰るウニ弁当ですね、ウニ丼。こちらは元祖の方でもね、紹介されてました。はい、ということで宮古駅と到着です。続いて山田線森岡駅ですね、向かっていきます。山田線はね、こうね、眠りこけてしまいまして、また別の機会で紹介できればと思ってます。東北エモーションの旅いかがったでしょうか？ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメント欄ではね、美味しいお酒の情報や、行ってほしい場所の要望などいただけると嬉しいです。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。帰りにね、盛岡駅でレアチーズキムチ納豆ラーメンを食べました。